どうも、お疲れ様です。そっか、塾の久保です。今回は、女性の、え、お料理取り分け問題ということでね、話題にさせてもらいました。で、ナミさんの方が返信動画をいただきまして、概要欄に貼っときますけども、この度はお手間をかけましてありがとうございます。で、私が思うのはね、前回もちょっと言ったと思いますけども、こうすれば自分が有利になるってことが分かってるのに、まあ、あまりジェンダーとかね、だから自分の権利とかを主張すると、まあ、なかなかそことはぶつかるのかなと思います。 まあ具体的に言うと、なんで女の子ばっかりが料理を取り分けなくちゃいけないのっていうふうに考えて、それをね、ガンとしてしない。そして、お料理を取り分ける女性のことを、また、ポイント稼いでっていうふうに考えるのは特にいいと思います。ただ、現実、お料理を取り分けたりとかね、それから帰るときにゴミをパッパパッと片付けたりとかすると、男性からの評価が高いのは間違いないんですよ。あ こういう人好きだなぁとかね。あ、こんなこともできるんだーとか。あ、ごめんね、やらっしちゃって。みたいな感じで、とにかくポイントは集中します。ですんで、モテたい人はそっちをやった方がいいと思いますし、そんなことやらなくてもモテるというふうな人は、まあ、やらなくてもいいのかなと。そもそも、そこまで強く意識してない方もね、いらっしゃいますんで、自由に振る場合はいいんじゃないかなと思います。まあ、そのように私は思うんですけども、ここで一つね、ちょっと面白い私の体験というかね、まあ、これは、 あの、経験による特徴ってものが現れている。まあ、そういった場面を一つ紹介しましょう。えー、それがですね、体育大学出身ですとか、それから女子校出身。まあ、特に女子校出身ですね。女子校高校の女子校なんですけども、ここを出た人が大学の合コンに参加すると、どういうことが起きるかってことなんですよね。まあ、例えばの場面なんですけども、 あ、ちょっとビールケース持ってきたいみたいな感じの時に、あいよって言ってからね、ピュッと持ち上げるのは、女子校出身の女の人なんですよ。ほで、はいどうぞーって感じで、たくましく配り始めたりします。で、女子校じゃなくて、驚愕の場合はですね、あ、重いです、持ってません、とか言ってね、なんかこう、可愛らしさを演出するんですよね。で、男性が、あ、しょうがないなと、とこういうの俺に任せてよって、ガチャって、あ、すごいーい、みたいな感じでね、女の人が褒めるみたいな。で、 ちょっとした小芝居がそこで行われるみたいな感じなんですけども、これがなぜ起きるかっていうとね、女子校に通っていると、どうも女の人の意見でね、男性の目線がないから、結構行動は大胆になってくるらしいんですよ。で、さらに、女ばかりの集団ですから、重いものがあっても誰かが持たないといけないと。高いところにあるものも工夫して誰かが取らなければいけないみたいなところでね、まあ 鍛えられるそうなんで、すよね。で、そういったことを女性も男性もなくやるのが普通になってくるらしいんですよ。でも、驚愕の場合は男性の目を気にしてあんまりたくましい女性を見せなくなるそうです。えそして、ひ弱な女性、か弱い女性を見せると男性が近寄ってきて手を貸してくれるからついついそっちの方になるそうなんですよね。まあ、それは一種のお姫様効果とでも言いますか。自分がか弱き女性を演じることによって ないと気取った男性がね、近寄ってくるっていうところに、医師の喜びとか役割を感じるんでしょうね。で、いつの間にかそれが、自分の性格になり普通になっていくってことなんで、で、さらに、それが大学に行ったり、社会に出たりとかしてね、女性、つまり女の子を演出するとかなり男性から受けがいいので、ついついそれをやってしまうってことなんですよ。まあ、だんだんそういう風になっていくっていうふうにね、えー、女性から聞いたことがあるんですけどもね、<laughs> なるほどなと <laughs>、えー、男性がね、あまり考えない、 こととを考えてるんだなと思いますし、まあ男の立場としてもねどっちかっていうと男性は見栄を張って痛いことを痛いとも言わないし辛いことを辛いとも言わないしまあ腹ん中でねそういった苦しみを抱えながらでも顔は笑顔で強がってるってところに、まあ、男性の美学がありますんでこれまたね女性からはあんまり理解できないことだと思います。まあ、ですんでねへっちゃらな顔してる男性でも心の中では孤独を感じていたりとかねなんで俺ばっかりみたいな葛藤に アイデルとということなのかもしれませんねはい。それでは今回はこのぐらいにしましょうか。男性と女性、まあ、比きこもごもということで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。<laughs>